ポスター貼らないでください。貼り紙とは、援助、注意喚起、情報伝達などを目的として、人目につく場所に貼られる紙片の掲示物である。貼り紙の中で、広報や広告を目的とした比較的応業のものは、ポスターと呼ばれる。貼り紙は、認知的人工物の一種であり、人が困難な状況に陥りやすい場面と、必要と思われる情報を、あらかじめ想定し、 どうしたら良いかという情報を提供することで問題を回避させるために用いられる利用者とシステムや設備の運用者の間を介在するコミュニケーションツールの一つである。野島久夫と荒垣典子はスチュアートカードの人の認知過程における情報処理プロセスモデルをもとに張り紙を使用者の4つの認知段階に応じて分析した。張り紙には 社会の変化を伝える機能もある。社会に新しい要素が加わり、それが定着するまでのか時にはトラブルを回避する暫定措置として貼り紙が多用される。例えば、鉄道の自動改札のシステムが変更した時期には多くの貼り紙が改札機に貼り付けられている。また、イベントなど多くの需要が見込まれる条件があれば、 その事象に特化した情報を記した貼り紙を貼って利便性を向上させることもある。この種の貼り紙によって他の人々の社会的な動向を知ることができる。貼り紙の多くは低コストで簡単に作られており貼られる場所によっては美観や印象を損ねることや不要になっても剥がされないなどトラブルとなる場合がある。また、 多くの張り紙は専門家ではない人によって制作されるため書いてある内容が必ずしも明瞭とは言えない場合もある。ありがとうございます。